どうも、ドンキタです。ドンキタチャンネルの今回の動画は、Apple p e n c i l 第1世代は、充電キャップ常用が便利、です。4万円を切る高コスパな iPad 第8世代は、残念ながら、Apple p e n c i l 第1世代しか使えません。第1世代は、充電するために iPad のライトニング端子に刺さないといけないのですが、充電中、ペンシルの横から力が加わると、ライトニング端子を壊すので、怖くて、iPad に刺して、充電ができません。普通に、ライトニング端子で充電ができれば、安心できます。 アップルペンシルには丸型のキャップが付いていて充電する時には丸型キャップを両方がライトニングのメスになっているキャップに差し替えてライトニングケーブルで充電する必要があります私は充電する時に便利なように丸型のキャップを四角い充電キャップに変えて常用していますこの状態で普段から使っていますがキャップが取れることもなくめちゃくちゃ便利ですペンシルのお尻が少し角張ばりますが外観もそれほど気になりませんこの使い方はおすすめです皆さんも試してみてください 高評価、チャンネル登録をお願いします。